エミリオ・エステベスは、アメリカ合衆国ニューヨーク州出身の俳優、映画監督である、エミリオ・エステベスとも表記される、ニューヨーク州スタテンアイランド生まれ、俳優のマーティン・シーンと、女優兼プロデューサーのジャネット・シーンの長男で、チャーリー・シーンは弟にあたる。1 9八十年代には、多くの青春映画に出演、ブラッド・パックの一員とみなされていた。監督業にも挑戦し、 1987年、ウィズダム、夢のかけらで、初監督。テレビシリーズの演出を中心に活躍している。長編映画の監督もいくつか行っており、ロバート・ケネディが暗殺された日を軸に描いた、群像劇、ボビーでは、第63回ベネツィア国際映画祭に、コンペティション部門に出品をした。1992年に、歌手のポーラ・アブドゥルと結婚したが、 二年後に離婚している。また、デミムーアと婚約をしていた。2005年には、マケドニア人作家のソーニア・マグデブスキーと婚約した。アウトサイダーで共演したトム・クルーズとは、信仰が深く、その関係で、ミッション、インポッシブルに出演している。ありがとうございます。